福島県大熊町、東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機までがこの町に立地しています。2011年3月11日、震度6の揺れに襲われた大熊町には10メートルを超える津波が襲来、沿岸部を飲み込みました。続く原発事故の影響を受け、大熊町は全域が警戒区域に指定されることとなります。その後数年かけ避難指示の解除が進んできましたが、帰還困難区域内には放射線により汚染された土壌などを保管する中間貯蔵施設が作られ、今も作業が続いています。木村さんの家は原発からわずか3キロの地点に位置していました。地震発生当時、小学校1年生だった娘のゆうなさんは授業を終え、隣の児童館で遊んでいたといいます。木村さんの父、渡郎さんが児童館へと駆けつけ、一旦海の側の自宅に引き返すという渡郎さんの車にゆうなさんも乗り込み、そのまま行方不明となりました。翌12日には原発事故により木村さんも避難を余儀なくされ捜索を断念。その後、父と妻の遺体が発見されましたが、ゆうなさんの遺体は見つかりませんでした。あれから10年、木村さんは今も限られた一時立ち入りの時間を使い、ゆうなさんを探し続けています。2013年の夏にここに建てたんですけど、当時もここ誰もいなかったんですよ。でここにゆうなが一人でこう、ね、どっかにいるんだとしたら、それがすごいかわいそうだなと思って、でお地蔵さんに代わりにここにいてもらおうと思って。まあ、ゆうなはもう小学校が終わって隣の児童館にいてたんですけど、じいちゃんはその児童館の方のに車を止めてこっちに来たんですよ。で、まゆ長女をね残して児童館の方に戻った時に、ゆうながね、おじいちゃんが来たっつって気がついて車に飛び乗って、まあじいちゃんはねサインをして帰ってしまったっていう話なんですけど、まあああいう状況の中でね、みんな臨機応変になんか動けないですよね。で、それは仕方ないことだと思うんですよ。だけど少なくともそういうことがあったっていうことをやっぱり次に伝えていって、将来こうね一人子供の命を救える可能性が、それがある話だと思うので、おじいちゃんの対応もそうだし、その児童館側のね対応も、その例えば一言家の方大丈夫ですかって声をかけてくれてれば、でもねそうならなかったっていうのは多分そこまで誰も頭回んないし、それを責めることはできないですよね。多分俺だってそうだと思うので、だけどやっぱりね教訓として次こういうことがあった時に生かせる話だとは思うので、ゆうなさんの遺骨の一部が見つかったのは震災から5年半後のことでした。捜索で見つかった家族の遺品は帰還困難区域内のお寺に保管されています。瓦礫の片付けもねもちろんあれだったけど、ゆうなの捜索もね目的の一つだったので、ね、ランドセルに気がつけばここら辺にいるかもしんねえみたいなね、気がつかれなかったのかな。これで最終的にここで見つかるんだけども、例えば自分としては全部探して見つからなければ、それで整理ができたんですよね。もうじゃあ海に行っちゃったんだなっつって諦めも ついたかもしれないんだけど、ここにで見つかることによってなんか別のこう思いが出てきて、それが津波で命を失ったのか置き去りにして失ったのかっていうところが分かんなくなったんですよ。で、なんでそう思うかっていうと、震災の次の日に地元の消防団がギリギリまでここで捜索してくれてて、その中で4人声を聞いたっていう人がいるんですね。
で実際にね、実際のところは分かんないけれども、うちの親父がここの田んぼの真ん中あたりで見つかってるので、それを考えると親父だった可能性が高いってことは、ね、ユーナがここで見つかってるってことは多分この辺にいたと思うんですよね。でユーナもね、生きてた可能性はゼロではなくなっちゃったので、そういう意味で整理がつかなくなってしまって、だからまあね、改めて自分の中で原発はありえなくなったんですけど、ただまあその後いろいろ考えていく中で、まあ最終的に原発を動かしているのは自分たちだなんて、自分たちが変わっていかないと、このままなんじゃないのかなっていうふうに思うようになって、ユーナさんの捜索の傍ら、木村さんは自宅跡地と農地を利用して、過剰にエネルギーを消費しない循環型の小さなコミュニティを作れないかと模索しています。綿花だったりとか、養蚕用の桑だったりとか、あとお供え用の菊とかね、花。で、そのためのハウスもちょっと作りたいなと思ってて、少なくとも中間貯蔵施設のエリアの中なので、あと25年ぐらいかなはここで生活することはできないですね。さらにその先がどうなるかっていうのもまだ何とも言えない状況で、これ本当に夢なんですけど、ここだけでこう生活が賄えるようなコミュニティを作っていきたいなと思ってます。もう食べ物もそうだけど、エネルギーとかも、それがどういう形でやっていくかっていうところはこれから模索していくんですけど、便利なものをこうそこにあるものを使わないっていうことのストレスってすごい大きいと思うんですよね。俺もそうだし、もうコンビニに入り浸ってるし、だけどなければないでなんとかなると思うんですよね。何でもかんでもこう手に入れて豊かに生きていくっていうんじゃなくて、その中から自分が必要なものを選んで、それで生きていければ、なんかね、原発なんかいらなくなるような気もするし、まあ難しいですけどね。これから先、私たちはどんな未来を目指すべきなのでしょうか。果たして原発と共存していくことができるのでしょうか。一人一人の命を尊ぶことができない社会は、誰かを犠牲にすることでしか成り立たないのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。